はい、皆さんこんにちは。今回何に関してね、言及させていただきたいかというと、あのインスタグラムね、フェイスブックは昔からやってるんだけど、インスタグラムに関しては昨年、まあ、中南米に行ってる時に、まあ、5月から始めたんで、じゃあ3月からだったかな、ペルーに行った時だから、そうだ、3月から始めたんで、もうすぐ1年になるんだけど、あのインスタグラムもね、やってますので、皆さんぜひともねフォローしていただければと思います。あのインスタグラムやってる方やってない方っていらっしゃると思うんだけどね、まあ、フェイスブックっていうのは今からどのくらい前からやってるかっていうと、大体、11年ぐらい前か、ベトナムに赴任してた時に、あのオーストラリアのホームステイした時のホストマザーから誘われてやったのが始まりで、当初はね1年2年ぐらいはまあそんなにやってなかったですね。フェイスブックってそんなにやってる人いなかったんでね。で、そこから3年ぐらい経った頃から、平成で言うと平成23年、2011年ぐらいから結構みんなやり始めて、まあそこからフェイスブックって結構ハマってたんだけど、フェイスブックっていうのはまあ全世界に数多くの人がやってるものです。ただここ最近ね、まあ出会う人々、若い学生さんとか出会うとね、これはあの外国人の学生さんも含めてなんだけど、Facebook はやってなくて、インスタの方がやってるっていう人多いんです。なので、まあ、昨年、ペルーにいた時に、インスタグラムを開設して、インスタグラムを始めたんだけど、インスタだと、やっぱりね、まあ、いろんな人、外国人やってないと、それで友達になりたりするんで、なんであえてやったんだよね。ということで、最近はまあ、Facebook でアップしたものを基本的に、その、転載という形で、アップはしてるんだけど、皆さんもぜひね、インスタグラムやってる方いらっしゃったら、インスタグラムフォローしていただければと思います。一応、この番組の紹介欄のところに、入れてるんですけど、あのインスタグラムのね、アカウントを。ただまあ、わかりやすいので、こちらの今のこの動画の、説明書きのところにインスタグラムのアカウントですって入れておきます。なのでよろしくお願いいたします。Facebook とかだったら、一応 Facebook は、本名でやってるので、そのままやっていただければ出てくるし、まあ、裏画面いただければ、その番組のね、チャンネルなんかもあるんでね、まあ、ご覧いただければと思います。ということで、インスタグラムということで、皆さんもしやってる方いらっしゃったらフォローしていただければと思います。写真の方はね、そちらでアップしていきますので、こっちは映像に関しては映像ですよね。向こうは写真なので、まあ、写真は写真でね、なかなかいい感じで撮ってるし、こちらでアップできないことなんかも結構向こうでアップしてるので、フォローしていただければと思います。有意義なね、情報を発信してますので、よろしくお願いします。